三、二、一、どうぞ。いってらっしゃい。はい、皆さんお元気でしょうか。こんにちは、私大川祐介です。はい、先日、日本一周総集編動画を完成させまして、その公開間近でございます。緊急事態宣言が明けるまで今しばらくお待ちください。ということで、今回はね、編集ももう落ち着いたということで、僕が普段身につけているものをご紹介していきたいと思います。はい、今回の企画なんですけれども、まあ僕のカメラバッグの中身とか、まあそういった企画をやってきたんですけれども、ちょっとね、普段僕が身につけているものをなんかざっくりご紹介できたらなんか面白いかなと思ったので、ちょっとこれはなんか自分の好きな企画っていう感じですかね。はい、ってことで、一つずつご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目、ライカの TL2 ですね。普段これ身につけてます。ポケットに入れてるわけじゃなくて、本当はここにね、ストラップがついていて、首にぶら下げながらいろんなねスナップ写真とかを撮っています。で、正直ね、画質で言うと iPhone とかの方が多分綺麗だと思うんですよね。なんだけど、このモノクロで撮る写真ってのが何とも言えないこの美しさなんですよね。だから撮るっていう行為自体が楽しいのがこのライカ TL2 の魅力ですかね。で、これアルミのね削り出しなんで、めちゃめちゃ美しいんですよね。で、ここに赤いライカのマークがあるってことで、なんかデザイン的にもめちゃめちゃドストライカだったので購入させていただきました。で、レンズが 18mm パンケーキレンズって感じですね。はい、なのですごくモノクロ写真とか美しく撮れるんで、皆さんのね思い出とかを撮る一台としてはかなりいいんじゃないでしょうか。次にご紹介するのが iPhone 12 Pro Max、 そしてブラックレザーケースとなってます。じゃーん。はい、で、基本的にね、僕裸族だったんですよね。この裸ね、 iPhone 本来の美しさを際立たせるためのこの裸の、まあ、iPhone を持っていたんですけれども、なんかやっぱ最近ちょっと気分転換したいなっていうことで、こちらブラックのレザーケースをつけてます。まあ、すごくねクールですよね。まあ、僕といえばね、結構黒のイメージが強いと、まあ、思うんですけれども、まあ、シンプルになんかこういう電話してるところとか、なんか触り心地もいいし、お気に入りです。はい、そしてこの iPhone ケースにこのマグセーフウォレットをつけて基本的に、日常を過ごしてます。まあ、iPhone といえばもう皆さんも持ってない人はいないっていうぐらいですよね。まあ、本当にデバイスとして優れているわけなんですけれども、まあ動画もねめちゃめちゃ綺麗に撮れるんで、まあ一眼ミラーレスとか買わなくてもこの iPhone1 台で十分綺麗な動画とか綺麗な写真とか撮れるんで、まあめちゃめちゃ優れものですね。僕もプライベートテスちゃんとかはよくこの iPhone で撮ってます。で、マグセーフウォレット、これね、めちゃめちゃ便利で、iPhone 12 からマグセーフシステムが追加されたじゃないですか。だから、こうやってマグネットでついて、基本的に過ごせて。で、なんか出かけるときとか、これクレジットカードが入ってるんですけれども、クレジットカードとかを持ち運びたいときだけは、これだけ持ち歩けるんで、めちゃめちゃクールですよね。ポケットに入れて。はい。めちゃめちゃスマートなんで、iPhone ケース、そしてマグセーフウォレット、お気に入りです。次はサングラス。 What's up guys。 はい、そんな感じで、まあサングラスなんですけれども、これね、オーマイトゥースさんで買ったのかな、ブランドタイプってやつなんですけれども、まあシルエットもすごくかっこいいし、すべてブラックですね。で、フィルターが若干なんか薄い感じなんですよね。見て、ほらこれ、ほら見て、はい見て、はい、こんな感じで若干薄い感じなんで、なんか部屋とかでも、まあ、使えるし、外でも、まあ、若干このね、どこ見てるかっていうのはまあ分かる仕様なんですが、まあ、どこ見てるかは分かってしまうぐらいの、なんだろう、この薄さ、このね、ちょっとフラットな色味だとめちゃめちゃなんか調子いいんですよね。だからすごく気に入ってます、このサングラスは。で、基本的にはこういう風に、まあ、胸掛けしたりとか、ポケット入れたりするんですけれども、そこでこのね、ジーンズのケース、これお母さんから借りてるものですね。で、これマグネットなんで、これをねこういう風に入れて、
あとはカラビナでカバンにつけとくってことを普段やってますね。そうするとカバンからすぐこうやってピョッピョッで取り外せるっていう優れものですね。サングラスって目をいたわる上では超大事なので、まあ普段ね、サングラス僕結構イメージ強いと思うんですよね。つけてることが多いです。常に編集とかで作業とかで、ね、目ずっと使ってるんで、サングラスとかホットアイマスクとかで目をいたわるっていうことはめちゃめちゃ意識してますね。はい、次こちら Apple Watch シリーズ6ですね。こちら Apple Watch はですね、まあなんか細かく説明で若干むずいんだけれども、何で一番使ってるかっていうと、決済、そして通知、アラーム、この3つですね。はい。まあ、アラームが一番、まあ、アラームと決済が一番良くて、腕につけてるから、バイブレーションで起こしてくれるんですよね。だから、iPhone とかだと音がうるさくなってしまうんですけれども、Apple Watch だと自然に起こしてくれるので、めちゃめちゃおすすめです。はい。ウェアラブルの1台。はい。そして、次。AirPods Pro ですね。もう、これはもう必需品。正直、もう三種の神器と言っても過言ではないね。三種の神器で言うと、やっぱすごいね。もう、アップルだらけ。三種の神器はもうアップルだわ。もう基本的にこれないとやっていけないですね。iPhone で決済もするし、Apple Watch でも決済、そしてやりとりするし、そして、この AirPods Pro で基本的には Podcast とか音楽とかを聞いていると。これあればもう外で仕事できるんで、もう Apple ってやっぱすごいですよね。で、もう一つね、財布なんですけれども、こちらですね。クリアウォレット使ってます。これ最近3000円ぐらいで楽天で買ったんですけれども、基本的にはキャッシュレスだから、僕財布で、まあ、小銭とか、札とか持つことなかったんですよね。けど、やっぱりね、この撮影とか行って、地方とか行くと現金しか使えないってとこが多いんですよね。で、いつも友達に借りていて、まあ、なんか返すのが煩わしかったりするんで、まだね、ちょっと日本はキャッシュレス、まあ、遅れてるってことで一応持ってます。で、シンプルなものがいいと思ったんで、こういう風に、ね、シンプルなクリアウォレットにしてます。で、小銭だけ入れることもできたりとか、あとはこういう風にカードと財布入れることができますね。で、財布が、まあ、しっかり入るんだけれども、なんか折りたたみ式だから全部札に見えちゃうんですよね。あんまいけてないなと思ったんで、札はここのカードに折りたたんで入れてます。はい、いけてないんで、基本的にこちらには名刺入れてます。名刺は基本持ち歩かないんだけれども、このデザインいけてるから持ってます。はい、まあ結構ね、今回はカジュアルな収録になったわけなんですけれども、普段僕が持ち歩いているもの、そして何の目的で持っているかっていうのを簡潔に皆さんにお伝えさせていただきました。はい、まあ引き続きね、こういったカジュアルな動画を撮っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。僕がやってるね、動画コミュニティトランスサロンや、あとはオンラインクラスなど、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思っています。それでは皆さん、バイチャー。